市民の皆さん新年明けましておめでとうございますわらび市長のより高秀夫でございます市民の皆さんには9年中は市政の推進に大変大きなご支援ご協力をいただきありがとうございますわらび市では例年新年挨拶交換会を開催しそこで市長として新年のご挨拶をさせていただいておりましたが今年は新型コロナの影響で中止となったためこうしてケーブルテレビや 動画配信という形で市長としての新年のご挨拶をさせていただくことといたしましたさて昨年は何といっても新型コロナの感染拡大が市民生活や地域経済医療や教育文化地域活動など多方面にわたり大変深刻な影響を及ぼした一年でありましたそうした中蕨市では第1弾から第4弾まで 4回にわたり、市独自の新型コロナ緊急対策を取りまとめ、ひとり親家庭の皆さんへの独自の給付金や、水道基本料金4か月分の無料化、厳しい状況にある市内小規模企業者の皆さんに対する2回にわたる応援金や、PayPay ペイペイと連携した30%還元キャンペーンの実施、さらにはオンライン学習も見据え、 児童生徒1人1台のパソコン整備の前倒しやアーティスト動画配信プロジェクトなど新型コロナから市民の皆さんの健康と暮らし市内事業所の営業を守るため全力を尽くしてまいりました現在は第3波といわれる感染拡大が続く中第4弾で掲げた高齢者の皆さんの PCR 検査費用の助成や私立病院における 検査・医療体制の拡充に取り組んででいるところです昨年は同時にコロナ禍の中にあってもあったか姿勢第2ステージとしてわらび駅ホームドア設置の1年前倒しやコミュニティバスプラットわらびのルート拡充市内14か所目となる認可保育園の増設消防署使い干し文書の建て替えなどを進めるとともに 蕨の未来への三大プロジェクトにおいても蕨駅西口再開発事業や市役所庁舎の建て替え事業を着実に推進をすることができましたさて令和3年今年の施線運営でありますが新型コロナの影響で市民の皆さんが大変厳しい状況にある中だからこそ暮らしを支え心が通い合うあったかい姿勢の進化を発揮する時だと 考えていますまずは引き続き新型コロナ対策に全力を挙げてまいります特にワクチンが認可された際には全庁的な体制で接種を進めてまいりますまた将来ビジョンやあったか姿勢第2ステージのマニフェストについても防災行政無線のデジタル化や中学校体育館へのエアコン設置 学童・保育室の増設、市内3か所目となる地域包括支援センターの塚越地区への整備、手話・言語条例の制定などを進めるとともに、蕨の玄関口にふさわしい蕨駅西口再開発事業や、市民サービスと災害対応の拠点としての市役所庁舎の建て替え事業も引き続き推進をしてまいります。最後となりますが 現在蕨市在住で脚本家である池畑俊作さんが脚本を手掛けられた NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」がいよいよ佳境を迎えています池畑さんには「広報蕨」の新春座談会にご参加いただきましたが対談の中ではコロナ禍の中で改めて人と人のつながりの大切さが再認識,再認識されたのではないか。 そんな話となりましたその点人と人のつながりが大変温かくコミュニティ豊かなわらびしこそコロナ禍を乗り越え住みよいまちづくりを進めていくことができるものと確信をしていますキリンとは平和で思いやりのある社会に現れる伝説上の生き物だそうですが今年がコロナ禍を乗り越えて豊かな日常を取り戻し すべての市民の皆さんにとって平和で穏やかな年となりますことを心からご祈念するとともに市長として引き続き市民の皆さんや事業所の皆さんの暮らしと営業を守りにいくために全力で頑張る決意であることを申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。本年もどううぞよろしししくお願いいたまますありがとうございました